山崎勝美、山崎勝美、山崎勝美、1982年8月16日隊は、兵庫県伊丹市出身のプロ野球選手、保守、右投げ右打ち、オリックスバファローズ所属。小学生時代には、中島博之とのバッテリーで、全国大会に出場。小学生の頃、阪神のおえだった、田村勤投手にンをもらった。 法徳学園高等学校へ進学した後、2000年度ドラフト会議で、福岡大英ホークス、現在、福岡ソフトバンクホークスから4位指名を受けて入団。入団当時の背番号は65。ちなみに、この年のドラフトでは、同じ民市出身の幼馴染で、兵庫県立伊丹北高等学校に進んでいた中島も、西武ライオンズから5位指名を受けて入団している。 福岡大英ホークス時代のからまでは二軍生活に終始、球団が現在の福岡ソフトバンクホークスになったに、背番号が62へ変わり、初めて一軍での公式戦に出場を果たし、二打数一安打でプロ初安打を記録した。この年のシーズン終了後には、大英時代の後期、1990年代後半から不動のレギュラー保守であった、ジョージ・マケンジが、 FA 県の講師によってシアトルマリナーズへ移籍している。2は、城島の抜けた正捕手の座をめぐって、先輩の的場直樹と競い合う格好で一軍に定着。5月9日の広島東洋カープ戦では、栗原健太の打ったファウルチップを顔面に受けた衝撃で、3本の前歯が折れた。応急処置したチームトレーナーは病院へ行くように告げるが、山崎は、 痛み止めを服用せずに止血処置だけで再び、グラウンドに登場。この試合で、決勝打を放つとともに、保守としても先発、荒垣なぎさの寒風劇を演出した。また、同月20日の東京ヤクルトスワローズ戦では、一軍公式戦での初本塁打を記録。シーズン通算では、公式戦105試合に出場した。2は、2年続けて一軍公式戦に100試合以上。 出場。その一方で、盗塁阻止率では、12球団ワーストの、145を記録した。2は、打撃が振るわなかったことなどから、公式戦の出場は60試合にとどまった。後半戦には、入団2年目の高谷弘明に、レギュラーの座を明け渡している。2は、1軍の公式戦で自陣初の三塁打を記録。しかし、山崎より打撃で勝る田上秀則が、 正捕手に定着したため、シーズン通算では30試合の出場に終わった。は、開幕スターメンこそのガスが、田上の不調からスタメンで出場する試合が増加。4月16日の東北楽天ゴールデンイーグルス、1000で3安打4打点と活躍したり、プロ10年目で、福岡ヤフージャパンドームでの初本塁打を放ったり、するなど、打撃面での好調を受けて、正捕手の座を奪還する。 6月には、左膝内側半月板損傷で戦線を離脱。この離脱を受けて、球団では中日ドラゴンズから、ベテラン保守、清水紹介を急遽獲得したが、山崎は8月に一軍への復帰を果たした。シーズン通算では、打撃面で打率。210、18打点と2006年に次ぐ、好成績を記録。一軍公式戦では、 シーズン自己最多となる日本類が、いずれも福岡やフージャパンドームを放ったほか、投類阻止率も過去最高の314リーグ4位を記録した。y チ軍の公式戦ではシーズンを通じて、この年に西部から FA 県の行使で移籍してきた細川徹との併用策が取られた。この起用は山崎がソフトバンクに在籍した2013年まで続いた。 2. 背番号を62から29へ変更。2は前年に続いて開幕から細川と併用されたが、スタメンマスクを任された6月6日の横浜 DNA ベイスターズ戦、横浜スタジアムで3年振りの本塁打を記録。シーズン中の6月24日には国内 FA 権を取得した。しかし、91試合に出場しながら、先発出場が42試合にどまったことから、 一野球選手として打球団の評価も聞いてみたい。試合に出たい。先発でも出たいという理由で、シーズン終了後に国内 FA 権の講師を表明した。FA 権の講師を宣言してからは、ソフトバンクに加えて、保守陣の強化を求める地元、関西のオリックス・バファローズと交渉。その結果、11月29日に、オリックスが山崎の獲得を発表した。 なお、背番号は、山崎の希望で、ソフトバンク時代の2005年から2011年まで、つけていた62を再びつけることになった。は、ブランドン・ディクソンとの相性を買われて彼が先発する、試合において、スタメンマスクをかぶることが多く、性保守、伊藤光を支える2番手保守として60試合に出場した。また、同年12月5日に、 中島博之のオリックス入団が決まったため、山崎と中島はバッテリーを組んでいた。小学生時代以来、約20年ぶりに再びチームメイトになった。は、出番が増え79試合に出場。打率を前年から1割近く上げた。は、開幕1軍に、入り前半はスタメンマスクの機会もあったが、若月健也の台頭もあり、後半は2軍暮らしが続いた。オフに、 年俸の減額制限を超える66%ダウンの提示を受けたがオリックスに残留した。開幕2軍スタートとなるも、伏見虎竹との入れ替えで4月15日に初昇格した。その後は1軍と2軍を行き来し17試合の出場にとどまったが、主に松葉隆次第が先発する試合で先発マスクをかぶった。年俸は現状維持で公開。 開幕2軍スタートとなるも、伊藤光との入れ替えで4月18日に昇格。金子千尋や中盤からは、山岡康介とバッテリーを組み、最終盤まで帯同しオリックス遺跡後最多の81試合に出場した。公共広告機構、現 AC ジャパン、川崎選手、キーパーになる、2008年、九州限定、川崎宗則、大場翔太、松田信弘と共演。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。